いつもご視聴いただきありがとうございます。ギタリストのヒカルでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、前回からね、いろいろこう誕生前夜からね、音を拾っていってるわけなんですけども、まあ、ちょっとね、順番にやろうかなとも思ったんですけど、やはりまあできるだけ早く拾えるやつで、みんながやっぱり弾きたい曲をの方がいいなと思いまして、今回はロックショックでございます。イエーイ、拾いました、ついに。はい、大変でした大変でしたよ。はい、ということでね、まあいつも14分15分くらいになるんで、早速ですけどやっていきましょう。はい、世に出てるやっぱり皆さん拾ってるスコアとかありましたけどね、タブフとか YouTube で出てますけどね、やはり違いました。はい、ということで早速やっていきますんでね、よろしくお願いいたします。定かでないところもありますのでね、そこのところを、まあ要チェックしてみてくださいということで最初からいってみましょう。最初はですね、ここですね、このフレーズを3回弾きます。まあ上の6弦の5ですよね、 A です。確か3回。次が、すいません、ノイズがすごいようです。はい、次が結構定かじゃない。私は6連入れてます、ここで。だから、本当は、5連かもわかんないし。だから、16分音符かもしれない。ここは定かではありません。なので私はまあ流れ的に6年入れてますけどね。はい、ここまでは多分ね、皆さん大丈夫だと思います。で、ほとんどが合ってる、だと思います。で、次が、まあ、まあ、ここもわかりますよね。3弦のチョーキング、3弦の16のチョーキングから始まってる。ちょっと角度を変えますね。ここは多分わかるでしょう、皆さんね。次が問題なんですよ。次が実は問題で、結構みんな頑張ってるんですけど、残念ながら全部間違ってましたね。で、次が、トリルあるでしょ。それが実はこうなんですよ。はい。3回、1回。ここです。3弦の5、3ですね。で、次が6、5です。です。もう一回ゆっくりやります。3回ですよ、3回。3弦の5、3。3回。で、次が6、5ですね。で、5、3、5。あ、ここか。あ、忘れた。ごめん。すいません。忘れた。確か5だったと思いますね。あれ6だったかな。ちょっと確認していいですか。ごめんなさい。あ、6っぽいね。
そうですね。ここら辺がちょっとわかんないんですよ。だからこうやってるのかもしれない。聞いた感じだと、だと思います。ですね。ここね、ちょっとすいません、ちょっと確認してもらっていいですかね。多分ね、5か6なんですよ。がどっちがです。がどちらかです。はい。なのでやってみてください。で、まあ3弦の12ですね。はい。ここは大丈夫だと思うんですね。次が問題ですよね。次からね。ここ次が苦労しましたもんね。で、次が。なんですけど、なんですよ、はい、ここね、はい、まあ、ここまで1ブロックにしますか。ここまで1ブロックにしますよね。はい、もう一度ゆっくり。はい、で次がこれ3回かな、これ入れるとですね、3回ですね。ん？ 2 回かな、すいません、2回ですね、すいません。2回です。だからもう一回最初から。はい。です。で、次が、2回やって、次が、すいません、ゆっくりやって分からなくなっちゃう。そうですね、すいません。です。
次が、なんですよ。僕は多分ピッキングだけで書いてると思います。そんな複雑なことやってないです。まあ、ちょっと、まあ、フワリンが変わって、ですね。です。はい、こんな感じです。すいませんね。はい、もう一度ゆっくりやります。ああ、すいません。です。もうほぼね、合ってると思います、これで。ここがね、です。はい。はい、もう一度確認のために弾きますね。で、次がここですね。まあ、ここは皆さん多分わかりますよね。まあ、3弦の9の長音キックから始まって、あと、まあ、7、10のパターンですよね。はい。で、次がね、ここですね。3回。ここもね、定かじゃないです、はっきり言って。ここは合ってるんですけどね。だと思います。ここで、まあ、ライトハンドでここまで行って、で、続きが、ですね。で、次は、まあ、次はもう、まあ、いいと思うんですけどね。まあ、一応。以上になります。すいません。私もね、ほんとね、拾いたてなんですよ。拾いたてで、すぐ忘れないように、すぐ撮ってるんでね。すごくぎこちなかった部分もあったと思いますけど、はい。間違いなく弾けたと思いますんで、参考にしてみていただければなと思います。なかなかね、ここがやっぱり難しいですね。タイミングがね。
あとはまあここですね。ここです。5のような気しますけどね。あとまあピッキングハーモニクスを使ってうまくね、ここは使ってますからね。ということで、はい、ぜひぜひ参考にしていただければ嬉しいです。はい、限りなくね、近いと思いますので、ぜひぜひね、皆さんのチャレンジしてみてください。はい、あと、まあ、ここはちょっと違うなと、もし感じたらね、そこはあと自分でさらに、まあ、詳しくね、追求していってくれれば、嬉しいかなと思います。ということで、本日もお疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続き何かを拾っていきたいと思います。それでは、ありがとうございました。